高都市少女、高都市少女、高め市女とは、台湾高尾市の地下鉄である、高尾都市運を運営する、高尾都市運行士の公式マスコットキャラクターの名称、またはそれを用いたプロジェクト全体の総称。高尾都市運の略称である、高都市は中国語読みでは、ガオジェだが、日本での展開時は、高尾メトロを略した、高めと日本語読みが採用されている。 2014年、国立平東鍵大学の ACG サークルに所属するクリエイターグループが高尾都市運講師との合作に合意し、高尾市内の白二芸術特区で毎年開催されている南台湾最大の同人イベント紅白二同漫祭に合わせてパネルを制作、最寄り駅である高尾都市運立花選手を保育に提示されたが、マスメディアやネット上で話題となったため、当初は、 期間限定だったが、作プロジェクトを、早運行と、同満最後も継続することで合意、正式なイメージキャラクターとして採用されるに至った。サークルは、後の商用化を見据えて、翌月にサイモンクリエイティブ社、基保総医業賞固有原稿師、イカサイモン社を設立し、その後、前進、高都市少女、進め、高め少女プロジェクトとして、発展を遂げた。 早やうんが、全身。高うとし少女、すすめ。高うとし、高め少女。の、Facebook、以下、FB アカウントを取得。公開すると、7万人以上の、いいね。がついた。小高うシャオチョンを皮切りに、モグサベえ、りーや、エミリア、チゴ、ジェア、タイタイ、7と4人ユニットの結成となり、それぞれのキャラクター設定も、 サイモン社によるものとなっている。高尾都市運ではこのキャラクターを用いた、等身大パネルやマナー啓発ポスターを作成し、車内や駅構内に掲示されているほか、駅構内の列車案内ディスプレイではアニメーションで、マナー向上を訴える。以来2015年下半期は、関連商品の収益が400万台湾ドルに、翌2016年夏には1、0-0-0-0 000 000台湾ドルに、達するなど、 台湾でも有数の人気コンテンツに成長している。現在台湾国内でメディアミックス作品や関連グッズが多数リリースされており、日本でも2016年5月19日、スクウェアエニックスのオンラインコミックサイトであるガンガン、オンラインにて、連載説、すすめ、高め少女高尾空色デーズ、すすめ、高め少女高尾空色デーズの連載がスタートした。 なお、高尾都市運には、元来からの公式マスコット、台湾付きのワグマの UFU ファミリーと、プレイリードッグのハッピーも存在しており、現在も、高都市少女と共存している。個々のプロフィール設定は、サイモン社公式、小高市、シャオチョン、シアオちゃん、シーオチャウングは、駅員役として登場した、高都市少女最初のキャラクター、ー島駅のパブリックアート、 三幸隆史長から命名された。章は台湾では人名に付する愛称なので、日本風に表記すると、隆史ちゃんとなる。身長163センチメートル、体重45.625キログラム、10月16日生まれの天秤座で、血液型は B 型。黒のロングヘアで三幸隆史長を模した髪飾りをしている。配属は駅員。会話の末尾に、 だよ。というのが、口癖、体重を気にしている。モグサベイ、リーア、エミリア、エンリアは、身長159.45センチメートル、体重42キログラム、11月14日、生まれのサソリ座で、血液型は A 型。配属は運転士。高尾都市運の車両が、ドイツのシーメンス車制であることから、台湾人とドイツ人のハーフという設定。 ハヤうンの光線、レッドラインと立花線、オレンジラインを表す赤とオレンジのヘアピンと金髪がトレードマーク。主に小高氏への突っ込み役で、高め少女一の常識人。チゴほど小柄ではないが、身長の低さを気にしていて、シークレットシューズを履いている。チゴ、ジャー、アンは、身長145センチメートル、体重39キログラム、2月6日生まれの水亀座で、 血液型は O 型。エンジニアで配属は整備担当。クリケット、スパナがトレードマーク。青いジャケットには様々な工具を揃えており、工具バッグの名前は中央公園駅の大屋根と同じ、費用。小高氏曰く、彼女のバッグはボールボットの四次元ポケット状態。見た目は小柄だが、理性的に物事を解決する。また、熱狂的な大体のファン。 大体,体、7、7は、身長 161cm、体重 43kg、5月23日生まれの、双子座で、血液型は AB 型。銀髪と、うさ耳型ヘッドセットがトレードマーク。ヘッドセットの片方のうさ耳は、Wi-Fi ルーターになっている。絶対音感の持ち主で、かつては、プロの歌手を目指して、音楽学校に通っていたが断念し、 高尾都市運行士のカスタマーセンターに勤務し、アナウンスを担当。ネット上でも、歌い手として活躍している。極度の対人恐怖症。人見知りするタイプな割には、いわゆる情報通で他の高め少女3人の秘密を握っていて、3人の弱みを盾に忠告、注意をする。2016年1月に、台北市と高尾市で開催された、イベント。 ACG100 創作店でピクサースタイルシャトハや、運行士が合同で行っていた新キャラクター工房の先行発表があり、サイモン社には所属していない、マレーシア出身のイラストレーター、大井チョン・リヤング、官名、コウ・シュンスケが手掛けた、ミヤビ、ヤード・オ、ヒヨウ、フェイヤンという新しい男女キャラクーンが発表された。コ都市少女プロジェクトのスピンオフとして登場した、男性版ユニット、 先日の費用がゲームアプリ、高都市恋旅や各種プロモーションで起用された時はチームにはなっていなかったが、2016年11月にサイモン社とのサイドの合作により、ハイキタ、ペイサイドルという第7のキャラクターが発表されてから、前進、高都市少年、すすめ、高都市高め少年、プロジェクトとして正式指導した。絵師、白、にゃろろ。 身長 175cm、体重 69.625kg、9月25日生まれの天秤座、アブ型の男性で配属は、ビレーイシマイキ。越年企画として、最初に登場したが、現時点では、早運行士の活動や、メディアミックス作品の起用はない、小高氏の男性版とも言われている。え氏、気月、身長 183cm、 体重 71kg、8月5日生まれの獅子座 B 型の男性で配属は運転士。費用に続く、高都市少年二人目のキャラクター。カレン県出身で、アミ族部族長の血統を受け継ぐことから、アミ語で、母なる太陽、イコールサイドルの子を意味する、ペイサイドルと命名。実際に、アミ族には、友もえきたチロ、ペイサイドル、ピンオト、バーキューディ、リットル、 という氏族、太陽、雪子が実在していたとされ、漢字表記はそれを別の字で文じったもの。高尾都市運は台湾第二の早運として開業したものの、政府からの多額の出資を見込めず、ボット方式での整備となり、半官半民の鉄道事業者である都市運行士は2008年の開業後も5年連続で、多額の赤字、累積債務、減価償却費、利払い支出に追われて、 緊急な経営改善策に迫られていた。このため、早運行士によりあの手この手の利用促進策が打ち出されていった。2014年3月には、沿線の白に芸術特区で行われた、ピーナッツ作品の65周年展覧会に合わせ、スヌーピーやチャーリー・ブラウンなどのキャラクターをラッピングした電車を運行、また、子供の日当日の児童への無料乗車キャンペーンを、 展開した。同年12月には、日本でも、人気の早々猫を起用した高尾周遊プロモーションを、展開、中央公園駅、総賀駅、及び車内を関連キャラクターのイラストで彩った。数年来、台湾では、漫画やアニメのサブカルチャーが根付いており、公の場でのコスプレなどの活動も認知されつつあった。マイクロソフト、台湾法人による愛、沢光が、 日台両国で話題になったのを代わりに、台湾鉄路管理局が、巨工号の食堂車に、独自の萌え、キャラ、台湾鉄道少女をラッピングしたり、台湾マクドナルドが、店員によるコスプレ大会を行うなど、官民共に自社を呼び、自社製品のプロモーションとして、独自キャラクターを打ち出す例が増えていた。高尾市長の陳菊や、第14代中華民国総統の歳費文など、 積極的にコスプレやゆるキャラ萌えのブカルチャーに理解を示し、交わる政治家も少なくない。国立平日橋鍵大学で同人サークルの台湾陛下大四万件者を運営し、すでに台湾政府行政院官補所と教育部が主導、行政院国家科学委員会の補助する停車区交差点の二輪車停止ゾーンでのイドリング、ストップ推進プロジェクトで同大の工学院。 車両工程系と共同で空気症状や2013年6月、平東県政府との合作による観光プロモーションとして県内の満金聖母聖殿のイメージキャラクター、正式には東方の三博士ギ、2013年11月や桜エビのキャラクター、綾桜、シェイン、2014年4月などを生み出していたイラストレーターのサイモン率いる クエーター集団が早運講師との合作として、従業員役の設定で、オリジナルキャラクターを啓発ポスターや看板、イベント告知で起用するなどの企業活動の範囲内で、こうした活動に一貫起用することを案。そして、サイモンは、早運講師向けに早運への話題性、注目度、特に、FB での関心度の向上を、日本風のアニメーションを用いることで実現しようとした。 サイモンは、後日、こうした大型組織との共同進行や大掛かりなストーリー展開は、過去のプロジェクトでもなかったと語っている。10月16日に、両者の会談により、サイモン社は所属する、台湾ピキシーフの絵師、初夏、男挙げがデザインした、翔鷹氏を、駅員キャラクターとして起用することを決定し、身長、体重などのキャラクター設定などが、 1> 約1ヶ月で詰められていった。当初は典型的な萌えに人化のイラストではなかった。絵師である初夏の過去作品にロリコン志向のキャラクターが多く、翔鷹氏の走行も胸部を強調したものではなかった。その後早運行士に再提出された走行では胸を強調し、スカートの丈もさらに短くなっていた。当初は翔鷹氏の腕章ですら重要な要素だと考えて、 いなかった、都市運行士に対し、催眠者は、アニメファンを引きつけるには、アニメキャラクターの要素として、小道具やトレードマーク、体型にも気を配り、作り込むことが必要ととき、講師側も受け入れたという。早運行士は両イラストレーターに対し、十一月十五日開催の二千十四年、高尾博に同伴祭に合わせた広報ポスターを、依頼したが、準備期間が短かったものの、 間に合わなかった場合の保険として、サイモンの殺作品を代用する案を使うこともなく、完成にこぎつけた。同満祭に参画するというニュースは芝叩く間に、世間に広まった。台湾品化日報と、東森新聞台の報道をきっかけに、ネットに波及し、高都市少女は拡散していく。高尾博に銅満祭会場もよりの使用保駅では、来場者をターゲットに、 小高市の等身大パネルが飾られた。同駅では通常の1日平均乗車数が約2500人程度でパネル設置により倍増すると見込んでいたが最終的には4倍以上の1万1000人に増加した。早運行士がパネル設置を各駅や車内で告知後ネット上でその分野のファンと結びつくことで多数の反響ありこの話題で持ち切りであった。11月20日には 高都市少女公式 FB を開設11月27日には2万人以上のフォロワー数を記録し台湾内のマスメディアが報道するきっかけとなった。サイモンダ陛下大のサークルメンバーは12月にサイモン社を設立。法人化により大規模なコラボレーションに対応した。こうして同伴採用の企画だったはずの高都市少女は その後もファンミーティングが開催されるなど、さらなる発展への足がかりを築いた。また同月の台北都市運行し、東京メトロとの共同プロモーション、高校メトロを展開した時の特設サイト、h-a-o-h-a-o-m-e-t-r-o.jp では、高尾都市運を代表するイメージキャラクターとして紹介され、日本でもネットメディアを中心に大きな反響を呼ぶことになった。 また、翔高氏以外のキャラクターを増やす段階で即座にオンラインアンケートを行ったことで、日本にはない意思決定の速さと評されたり、イタミディアは台湾を萌えの先進国と称した。台湾のネット上でも、もともと継承地の多い南部は特に萌え儀人化による町おこし、萌え起こしが盛んで、サイモンの代表作の迷路賞を目、空気少女、綾桜そして高都市少女で、 台湾南部に四挙党が揃うと評されるほどの反響で国内での確固たる地位を不動のものにしたと言える。そして単発企画だった高都市少女は高尾都市運行士が主導し催問社が制作実務を行う共同プロジェクト前進高都市少女として再出発することになる。プロジェクトのメインテーマは 高落し運に勤める少女たちと行き交う乗客が作り出す日常物語で、キャラクター設定はすべて高落し運の従業員となった。早くも一週間後には、第二のイメージキャラクターの登場が予告され、29日に女性運転士、モグサベイ、リーヤの等身大パネルが外線駅に設置された。十二月五日から十二月十九日にかけて、駅から近いと、 ダイアップし、翔ョ氏、モグサベイ、リーヤのコスプレ姿を FB に投稿すれば夜市での特典を受けられるという企画を行った。翌2015年、台北市花博公園総演館での導入イベント第25回開拓、同漫祭でサイモンが総力講師との合作で共同設置したブースでは自身の作品である綾桜、迷路賞おめ、ショウ もぐさベリアを音声合成ソフトウェア、歌うの台湾版でセリフを喋らせる企画が話題をさらった。また初めてとなるグッズ展開としてイラスト集、ストラップ、IC カード用ステッカーなど高都市少女の関連商品も販売された。2月11日、高尾都市運行士は自社 FB 上で第3のイメージキャラクターの半身のみ公開した。 2月14日、告知活動終了時に早う運行誌は、S、シ小州による、地語を発表した。6月5日、高都市少女公式、FB で、小説家による、ライトノベル化が発表され、協著者に、カゲロウ、イラストレーターに、コアを起用した、前身。高都市少女日常が、先端出版より刊行、同年8月6日に、台北市で開催された。 漫画博覧会で初回の発売を迎えた。2015年7月からは各種グッズを発売。7月23日には公式 FB 上では新たなイメージキャラクター登場を予告25.2830日と続けて詳細なキャラクター設定などが小出しに発表された。7月31日、ビレー島駅マキで開催された2015夏恋画家。 都市道満期で絵師、リブによる第4のイメージキャラクター大体タイタイ登場となった。同時に高都市少女通列車の運行並びに日本でのソフトウェア店で GA 文庫出版やソニーグループ、ソーネットと積極的に提携していくことが発表された。8月2日、公式 FB で翔鷹氏のキャラクターソング下一端、とも PV の市聴版が 8月6日には完成版が公開された。8月12日、GA 文庫は、高都市少女ライトノベルの日本語版の執筆に、台湾出身の作家ミキナズナをイラストレーターに初夏を起用し、同年9月に連載を開始すると発表。前年11月20日に公式、FB で展開を宣言していた、サイモン社とゲーム開発業者、ナレーターの 合作 PC 用ゲームソフト、全身。高都市少女イネシティングステーションが1月30日から2日間開催の、台北アンシーフロンティア、FF27 で発売された。4月7日には作家に、カゲロウ、天のペア、エシに、リブを起用して、ライトノベルの続編、全身。高都市少女音役、先端出版刊行を発売。5月19日。 冒頭期日の通り GA 文庫がオンラインでの日本語版ライトノベル連載を開始した。6月20日、たっと台湾主話防災社会赤懐協会中文主催の2016全国飲酒運転撲滅イメージキャラクターに台北市長のカブンテと共に選出された。それぞれ非売品の IC 乗車カードが特典だったが、この活動に賛同。 一定額の寄付を行ったものに対して認定されるものであった。7月1日から2ヶ月間行われた東京メトロとの2度目の共同キャンペーンでの記念品にも採用された。11月から翌2月末までビレー島駅本コースに高都市少年を含む高都市少女キャラクターの特設コーナーが設置された。同年末、サイモンクリエイティブ名義で 東京でのコミックマーケット91に初参加を果たした。このほか、台湾政府行政院国家発展委員会の請願サイトで地域振興策として、全県市に高都市少女同様の公式キャラクターを広めようとする動きがあるが、萌え、キャラ、イコール美少女という固定されたイメージが広がるとして、女性団体などからは反論も見られる。 はや運行士が展開している1、2、IC 乗車カードの発行母体であるも2015年5月に、サイモン社による公式イメージキャラクターを起用したプロジェクトを開始している。高都市少女のキャラクターがデザインされた特製一りが2015年8月に本拠地高尾以外に、台北でも販売されることとなり、限定6000枚が割り当てられたが、 南部からもファンが退去し2時間で完売した。偶然同時期に、台北で主流の悠々にも、旗の悠の限定版を販売、売り上げを事前団体に寄付する企画があった。しかし、市議会で問題視され一時は、発売が危ぶまれるという騒動に発展。結局販売中止は撤回され、こちらも4時間ほどで限定1万5000セットが完売している。このような事態を、 メディアやネットは、北畑や南湖、三次元 VS 二次元と表した。日本でも、東京、関東対大阪、関西などの地域比較論や、対立の構図が取り上げられることはよくあるが、台湾も、同様に、台北、北部対高尾、南部は、安泰なテーマであり、ジャンル、媒体を問わず活発である。そして今回もご多分に漏れず、台北都市運。 UUVS 高尾都市運、一通りの南北大戦争コンテンツとして消費されることとなった。他のマスコットを差し置いて事実上高尾市の顔とも言えるまで認知度を高めたため、高尾市政府は、首と友好関係にある熊本県、熊本市との交流の一環で熊本とコラボレーションした2016年版レンダーを制作している。 戦術の早運行士の初代ハッピー、二代目の UFU のほか、市政府部門のマスコットとして、観光局の農業局のも活動中。小高市の作画を担当した絵師書家もこのプロジェクトで、さらに知名度を上げ、2016年、中華民国総統選挙にあたり、蔡秀で陣営の候補用映像で二次元キャラクター作画担当ユニットの一人に抜擢されてる。 高落し運行士は、高都市少女プロジェクトが台湾国内の鉄道事業者として、初めて漫画やアニメによる人々への訴求とも絵キャラ商法が結びついたものとしている。早運行士公共事務所蹴り、事務部門長である小平は、こうしたイメージキャラクター企業を通じて、高落し運のイメージ向上に役立てればと語った。別の部門長である石明るは、 高尾俊運は萌え系キャラクターを通じて乗客に対する飲食厳禁などの注意禁止事項を浸透させたりイメージキャラクターの設定をより啓発に向いたものにしていこ,とをでこうとデコーした啓発広告などの制作物を活性化させたり早運営機の雰囲気を良くしていきたいと考えていると語っているまた公共事務所長のガシンはこうしたイメージキャラクターは 文字だけの味気ない警告文よりも乗客の注意を引き付けやすいと語っている継承略そして同満載の企画を成功裏に終えた都市運行士は自社プレスリリースでこう締めくくった日本でもトミーテック指導の鉄道娘京都市交通局の地下鉄に乗るなどの類似のプロジェクトは台湾に線だって展開されているが前者は根本的には 玩具、模型メーカーによるグッズビジスで、校舎は乗客を主役にしており、このように、鉄道事業者が、自社の従業員を、メインテーマに萌えキャラクターを生み出し、メディアミックスを全面的に展開するケースは、珍しいと言える。導入イベントでの拡散が起爆剤となったからか、キャラクターソングを元にしたダンスや歌、演奏を披露するファンや、イラストの二次創作作品が、 ネット上で多く見られるが、早運行士側は概ね寛容な姿勢で、個性的なパブリックアートを多く抱える、沿線駅構内をそうしたファン層の交流イベントの場として提供するなど、むしろ舞台装置として、付加価値を高めるべく、席的に連動を試みている面もある。2015年8月からは、立花線で、車内全面にキャラクターをあしらった。 ラッピング列車が運行された同年11月1日まで、2017年6月からは日本のランデンでラッピング列車が運行されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。